祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、沙羅双樹の花の色、乗車必衰の断りを表す。さらっとじゃないですね、間違えた。さっくり平家、さっくり読んでまいります。本日からは、ナトラというところに入るのですが、昨日のサムネイル一つ紹介し忘れていたので、そこからいきます。場面は、山門漁港、漁港のところなんですけれども、奥に座っている僧侶お坊さんが、後白河法皇ですね、島座布団、いわゆる雲元べりの畳に座っています。安徳天皇と、その二宮、これを皇太子に立てようとしてですね、平家に、この平家がこの二人を連れて行ったので、後白河法皇は故高倉上皇の三宮と四宮を呼ぶ。三宮は嫌がって、法皇様のお膝で嫌がって泣く。そりゃね、いきなりじいさんに抱かれて、びっくりする子もいますよね。だからこの子はダメだと言ってですね、ところがこの四宮は、すぐに懐いて法皇の膝の上に登る。で、この子を跡継ぎにしようというふうに、後白河法皇は思うわけです。この幼い宮が後の後鳥羽天皇であるというわけですね。さあ、それでは本日の部分に行きます。定本は中央公論社巻、平家物語絵巻全12巻、巻の第8。サムネイルは明星大学さんのものをお借りしております。本日は巻の8条、ナトラのこと、原文第1弾。同じき10日の日、木曽様の神になって越後の国を賜る。その上、朝日の将軍という院宣をぞ下されける。重郎クランド、備後の神になりて備後の国を賜る。木曽越後を嫌えば伊予をたぶ。重郎クランド、備後を嫌えば備前を賜る。その外、その他、源氏14人、十両、検非違使、遊戯会の丞、兵衛の丞にぞなされける。同じき16日、先の内大臣、宗盛公伊賀、平家の一族160人が官職をとどめて、天上の御札を削らる。その中に、平大納言時忠京、蔵の神信元、讃岐の中将時実、父子三人をは削られず、そのゆえは、主上ならびに三樹の神にことゆえの都へ返し入れ奉れ、と時忠の京のもとへたびたび仰せ下されけるによってなり。あくる17日、平家は筑前の国、三笠の氷、太宰府にこそ着きたまえ。菊池次郎高直は、都より平家の御供に早来けるが、大津山の関明けて参らせん。とて肥後の国に打ち越え、己が城に引きこもって、めせどもめせども参らず。そのほか九州二島の者ども皆参る。皆参るべき由の御令状をは申しながら、一人も参らず。当時は岩戸の正家、大蔵の種直ばかりぞ早来ける。同じき18日、平家安楽寺に参り、よもすがら歌読み連歌して、宮遣い玉石に、中にも本山美の中将
重平の京。住み慣れし古き都の恋しさは、神も昔に思い知るらん。神も昔に思い知るらん。人々まことに哀れに思えて、皆袖をぞ濡らされける。はい、ひろたんこんばんは。お布施ありがとうございます。本日も頑張って読んでいきます。初めの頃と比べるとちょっと読めるようになったかなとは思うんですけれども、まだまだでございますので精進いたします。よろしくお願いいたします。それでは現代語訳。同年8月10日院の御所で字幕が行われた。木曽の義仲は様の神十五位の下に任ぜられて越後の国を賜った。その上朝日将軍という称号を院宣によって下された。十郎クランド源行家はビンゴの神十五位の下になってビンゴの国を賜った。義仲は越後の国を嫌ったので、改めて伊予の国を賜ることになった。また行家はビンゴの国を嫌ったので、備前の国を賜ることになった。その他源氏の武将10人余りがそれぞれ頭領、つまり国司、それから検非違使、行家の城、すなわち右衛門の城、兵衛の城に任命をされた。ついで同16日には先の内大臣平宗盛以下平家一門160人の官職を一斉に解任して、松陵殿の殿上の名札、この名札というのは公卿殿上人の名前を書いた札がこうかけてあるわけですけれども、それを削って除籍をした。その中で平の大納言時忠、蔵の神信元、讃岐の中将時真ら3人だけは除籍されなかった。その理由は安徳天皇並びに三寿の神器を無事に都へ返還するように骨を折れと、この時忠のもとにたびたび院宣を下されたからであった。翌17日平家は筑前の国三笠の氷の太宰府に到着をした。菊池次郎高直は都から平家のお供をして従ってきたが、大津山、現在の熊本県玉名郡、ここの大津山の関所を開いて差し上げましょうと言って肥後の国に行ったまま、自分の城に引きこもって何度呼んでも参考をしなかった。その他九州および壱岐対馬の2島の軍兵どもも参集するとの領状、すなわち承知の旨を記した文書を平家に差し出しながら、結局は一人も来ない。今は岩戸の将家大倉の原田の種直が仕えているだけであった。同18日平家の人々は安楽寺に参詣し、夜通し歌を読み蓮華をして御宝前に施入をした。中の一人本山美の中将平の重平は、住み慣れし古き都の恋しさは、神も昔に思い知るらん。長年住み慣れた故郷の恋しさは、神も昔の経験からご存知のことでしょうと読んだ。これを聞いた人々は悲しみがこみ上げて、皆涙を流されたのであった。第2弾。同じき20日の日。もっと、つみたんこんばんは、お茶ありがとうございます。一文字さんこんばんは、お布施ありがとうございます。もぎもぎフルーツ、ビタミン C たっぷりって感じですね。
私は今日は朝はマンゴーを食べて少しご機嫌です。マンゴー美味しいです。戻ります。第2弾。同じき20日の日、都には法皇の宣明にて、四宮官員殿にて、位に就かせたも、摂政は元の摂政今衛殿、変わらせたまわず、党役乱動なしを言って、人々皆退出せられけり。三宮の御目のと、泣き悲しみ後悔すれども改ぞなし、改ぞなき。天に二つの妃なし、国に二人の王なしとは申せども、平家の悪行によってこそ、今日田舎に二人の王はましましけれ。昔文徳天皇、天安2年8月23日、隠れさせたまいぬ。皇子の宮たちはまた、御位に望みをかけてましましければ、内々御祈りどもありけり。一の御子をこれたかの親王おば、小原の王子とも申しき。王者の裁量を御心にかけ、司会の暗鬼は棚心の中に照らし、白鸚の離乱は御心にかけたまえり。されば、権勢の名をも取らせましましぬべき君なり、と見えたまえり。二宮、これ人の親王は、この頃を疾病、忠臣公の御娘、染殿の妃の御腹なり。一門の苦行を列してもてなし、奉らせたまいしかは、これもまた差し置きがたき御子となり。彼は、主文啓貞の器量あり、これは万機不査の真相あり、彼もこれも痛わしくて、いずれもおぼし召し煩われき。一の御子、これたかの親王家の御祈りには、垣のもとの紀の僧正信西とて、当時の一の長者弘法大師の御弟子なり。二宮、これ人親王家の御祈りには、外祖忠臣公のご自僧比叡山の永領和尚ぞ承られける。いずれも劣らぬ高僧たちなり、富にこと雪がとうやあらんずらんと、人々うちうちささやきあわれけり。案のごとく帝を隠れさせたまいしかば、苦行千儀ありけり。そもそも神羅がおもんばかりをもって選んで位につけ奉らんこと、世を捨て私あるに似たり。容赦私あるに似たり。万人唇を返すべし、知らず競馬相撲の説を遂げ、その運の知り、自由によって法祖授け奉るべし、と議定保安ぬ。さるほどに、同じき9月2日の日、二人の宮たち右近の馬場へ行啓ありけり、ここに王侯啓奏、玉の靴ばみを並べ、花のたもとを装い、雲のごとくに重なり、星のごとくに連なりたまえり。これ期待の生じ、天下の盛んなる見物、日頃心を寄せたて奉りし月経運格、両方に引き渡ばかって手を握り心を砕きたまえり。御祈りの構造たち、いずれかそりゃくあらんにゃ。神勢僧正は当時に壇を立てて、衛領和尚は大大の真言院に壇を立てて祈られけるが、衛領は失せたりという疲労をなさば、神勢僧正少し緩む心もやお、えー、少したゆむ心もやおわすらんとて、衛領は失せたりという疲労をなして感嘆を砕いて祈られけり。すでに十番の競馬始まる。はじめ四番は一の御子これたかの親王家勝たせたも、後六番は二宮これ人親王家勝たせたも。はい、一文字さん、お茶ありがとうございます。新情報、マンゴーで成長度2倍 そうか、新アイテム、マンゴー。はい、それは、でもマンゴーはしょっちゅう出ないですからね、さすがに。それでは現代語訳。同20日、
都においては後白河法皇の専名で、大恩王子高平親王が寛因殿の御所において好意にお付きになった。摂政は元の摂政近衛殿藤原の元道が留任した。九郎殿等や九郎殿を任命して人々は退出をした。第三王子の乳母とは弟君に先を越されて泣き悲しみ後悔をしたが、今更船内次第であった。先ほどの話ですね、お兄ちゃんの方はちょっとイヤイヤしちゃったので、この子はダメねっていうふうに法皇様に言われちゃったんですね。続き、天に二つの日はない、太陽はない、国に二人の帝王はないというが、平家の悪行において都と田舎とに二人の天皇がおられることになったのである。昔門徳天皇は天安2年西暦858年8月23日崩御をなさった。大勢おいでになった巫女たちは好意を望んで、それぞれが内々に祈願をなさっていた。第一王子惟高親王は小原の王子とも申し上げた。王者としての才学と器量等常に御心にかけ、天下の安危をいつも小中のことのように察知しておいでになり、歴代の帝の治乱のありさまを深くわきまえておいでになった。治乱は収まると乱れるですね。したがって世に名君として歌われる天皇になられるお方のように見受けられた。第二王子、ただしこれは実際には第四王子ですね、の惟人親王は当時の摂政忠臣公こと藤原義房の娘染殿の妃が御母であった。藤原氏一門の公卿がこぞって大切にしたので、これもまた無視できないお方であった。かの惟高親王はまさに皇位継承の器と徳等を兼ね備えた方であり、この惟人親王にはその側近に政務を助ける大臣や臣下が大勢いた。彼もこれも差し置くのはおいたわしく、どちらとも定めかねて人々は思い迷っていた。第一王子惟高親王家のために祈祷を担当したのは柿の本の木の僧侶新勢という当時の一の長者で、弘法大師の御弟子であった。続き、第二王子の惟人親王家の御祈りには外祖父忠臣公の御祭祖たる比叡山の恵良和尚がご加盟を受けた。いずれ劣らぬ高僧たちである。急にはことを決定することは難しいであろうと人々は内々にささやきあった。天皇がお隠れになったので予想通り公卿会議が行われた。そもそも臣下の者どもの考えによって御位に押し付けようとすることは、その選考が市場によって左右されるようにも見える。きっと万人の非難を浴びるに違いない。この上は比べ馬、いわゆる競馬、相撲のことですが、住まいを催して、その運の知り勝ち負けによって好意にお付けするのがよかろうと議決をしたのであった。一種の占いなんでしょうかね。やがて同年9月2日二人の巫女たちは右近の馬場に行刑をされた。そこに皇族や大臣公卿たちは飾り立てた馬を揃え、凛々しい装束を身にまとって雲のように連なり、星のように列をなして居並ばれたのであった。これは世にもまれなにぎにぎしい行事で、天下の壮観であった。日頃それぞれの巫女に心を寄せている公卿天上人たちは両方に分かれて手に汗を握り気をもまれたのであった。ご祈祷を務める高僧たちもいずれも手抜かりのあろうはずはない。新勢僧侶は当時に素法の壇を立て、恵良和尚は
大代理の真言院に壇をしつらえて祈祷を行ったが、エリョは自分が死んだという知らせを流したならば、神勢僧正に少しは油断する心も生じるであろうと図って、エリオは死んだと発表して一心不乱に祈り続けた。この話って逆バージョン、つまり真言宗の側が自分が死んだっていうことにして相手を油断にさせるっていう話がですね、真言宗というか弘法大師の側が今昔物語にありましたね。多分それをこううまく入れてるんじゃないですかね。さて続き、すでに10番の桂馬が始まった、比べ馬が始まった。はじめの4番は第一王子惟高親王がお勝ちになった。後の6番は第二王子惟人親王の方が勝ちをお取りになった。ですね、今サムネイルですね、今出ておるおりますサムネイルが比べ馬をしているところですね。ナトラのシーンですけれども、平家の一行はつくしに着いた。しかしですね、都ではですね、四宮が即位をして、四宮が即位をして、差し置かれた三宮の乳母は悔しがる。でかつて、惟高親王、かなり昔の話にですね、惟高親王と弟の惟人親王のいずれを天皇とするかというふうなことがそういえばあったなというメモリアルストーリー、天皇家のメモリアルストーリーなんですね今ね。その時は、競馬と相撲で決めたんだったなと、こういう話でございますね。じゃあ次は相撲のシーンですので、サムネイルを変えます。原文第3段、やがて住まいの世知あるべしとて、一の御子惟高親王家よりは、ナトラの右京への神とて、およそ60人が力表したる有識人のいだされたり、二宮惟人の親王家よりは、吉尾の少将とて、聖地位相を耐えにして、片手に大べしとも見えぬ人、御無双のお告げありとて、申し受けてぞいでられけり、ざるほどにナトラ、ナトラ、吉尾、寄り合いて、ひしひしとつまどりして軒に蹴り、しばらくありて、ナトラ、つと寄り、吉尾を取って捧げ、二条ばかりぞ投げ上げたる。ただ、治って倒れず。現代語訳、やがて、住まい、すなわち相撲が行われることになった。第一王子、惟高の親王方からは、木のナトラの兵衛の神という60人力のたくましい男を出場させた。これに対して第二王子惟人親王側は、友の吉雄の少将という背丈は低くみやびやかな男で、ナトラの片手にもかなうまいと見える人が、無双のお告げがあったからとて、夢のお告げですね、自ら引き受けて出場した。やがてナトラとヨシオは双方から寄り合って、じりじりと組んで互いに手をつかみ合ってパッと離れた。しばらくするとナトラがつっと近寄り、ヨシオの体を両手で高々と差し上げ、2畳ほど投げ飛ばした。2畳、約6メートルほど。だが吉尾の方はすぐに立ち直って倒れなかった。はい、ひろたん、お茶ありがとうございます。朗々と吟じる、切なくぐっときますね。そうですね、やはりこう、今読み上げているのは絵本ですね、いわゆる絵本、絵巻ではあるんですけれども、もともとはやはりね、琵琶法師という方たちによってね、広まったものですから、どうしてもそのそういう調子というんですかね、それがうまく、こう
考えられている文章かなとは思いますね。あとは場面が結構あちこち飛ぶんですよね。それで飽きさせないっていう感じがしますね。さて、それでは続き第4弾。吉雄又勤よりナトラを取って伏せんとす。されどもナトラは大のおのこ、かさに回る。吉雄なお、あぶのお見えければ、おぼぎ染め殿の記載より、御使い、櫛の葉のごとくに茂う走り重なって、味方すでに負け色に見ゆ、いかがせん、と仰せければ、江領歌唱は、大意徳の方を行われけるが、子は心浮き異なり、とて特攻をもって神戸を突き破り、なずきを突き出し、乳にはしてごまに炊き、黒けぶりを立てて人もみもまれたりければ、よしよ、相撲に勝ちにけり、二宮くらいにつかせたも。清和の帝これなり、後には水能の天皇とも申しき。現代語訳。友のよしおは、またつっと寄って、昨日ナトラに取り組んでねじ伏せようとした。だが、ナトラは大男である。逆に吉尾を圧倒しようとする。なんとなくね、そうですね、脳内ではですね、往年の、ネッカー、シュワちゃんがですね、私はネッカーっていうんですけど、シュワちゃんがですね、ムキムキの全盛期のですね、シュワちゃんがね、ナトラで再生されていますね。友の吉尾は誰でしょうね。さて、続き。吉尾の方が危なく見えたので、第二王子これ人親王の御母染殿の妃から櫛の葉を引くように次々使いを走らせて、味方はもう負けそうに見えます、どうしたらよかろうぞと伝えさせた。なんとなくこれって陽炎日記の勝負する話ありましたよね、あれを思い出しました。続き。折から江領歌唱は大意徳明王の素法を行っていたが、よいしょ、それはまことに残念なことじゃと言って、特古書って宝具ですね、クジャク王が持ってるやつ、あれクジャク王じゃなくて、なんだっけ、あの漫画の主人公が持ってるやつですね。特古書で自らの頭を突き破って脳髄を流し、いや突き破っても脳髄流れたら死ぬと思いますけどね、戻ってこれを焚き木の乳木に混ぜてごまに炊き、黒煙を立てて両手の中に念珠をひともみして起床したので、吉尾は勝負に勝ったのである。そこで第二王子これ人親王が御位におつきになった。清和天皇がこのお方である。後には水の天皇とも申し上げたのである。さあ、赤文字がついておりますが、皆様から寄せられたお布施によってこのまま延長させていただきます。ありがとうございます。さて、サムネイルのご説明です。ナトラの相撲のシーンですね。これは門徳天皇の没後、後継者を決める、競馬と相撲をいたしますが、その相撲の方です。これ高親王側の大男のナトラが勝ちかけると、これ人親王側のご次僧の江領が命がけの祈祷をして、小男の吉雄が逆転勝ちします。それによってその弟の方のこれ人親王が好位についたと、こういう話でございますね。なんとなくあんまりパッと見るとあんまり違いがわからないんですけど、おそらくこの赤粉をしている方が吉雄ちゃんだと思うんですよね。さて、それでは続き第5弾。それよりして三門にはいささかのことにも江領を名付きを砕けば時帝くらいにつき、孫に知見の不死かば干渉上能従したもうとも伝えたり、これのみは法力にてありけん、その他は皆天正大臣の御計らいなりとぞ見えたりける。
あ、これで終わり？もしかして。あれ？第5弾短かった。ナトラのこと第5弾。それ以来、比叡山延暦寺ではちょっとしたことにも、恵了が脳髄を割ったので弟君が好意につき、天台座主の孫乙僧正が知見をふるったので、怨霊となっていた菅原道真がこれを成就なさったとも伝えているのだ。この時だけが法力であったのだろうが、このほかはすべて天照大神の御計らいであると思われた。以上、ナトラのこと終わります。なかなかなんか「平家物語」とはあんまり関係がないことなんですけどね。でも面白いですね。ちなみに、このもしかするとこの清和源氏、これ人親王でしたっけ？この人が源氏の、祖先っていうことになるんでしょうかね。キリタン、こんにちは。お茶ありがとうございます。お疲れ様です。濃いめのお茶を みんな、なんかお心遣いがですね、心は見えないけど心遣いは見えるでしたっけ？そういうログなんですけれどもね、ただのお茶じゃなくて濃いめのとかね、さっきもマンゴー2倍ジュースとかね、ありがとうございます。なんかちょっと嬉しいです。さて、延長したばかりなので続きに行きたいと思います。それではサムネイル等をお変えいたします。次は宇佐行幸。第1弾。平家は筑紫にてこの由を伝え聞きたまいて、哀れ三宮をも四宮をもぐし奉りておし落ち下るべき者をと申し哀れければ、平大納言時忠京、さらには高倉宮の巫女の宮を御乳と讃岐の神重秀がご出家制させ奉り、愚子奉って北国へ落ち下りたりしよう。木曽の義仲上洛の時、周西参らせんとて還俗制させまつさせ奉り、愚子奉りて都へ上りたるおぞ。位にはつけ参らせんずらん。とのたまえば人々。いいかでか還俗の宮をば位につけ奉るべき。と申されければ、時忠の京、左も相ず。還俗の国王のためし、異国にはその礼もやあらん。我が朝には、まず天武天皇、いまだ東宮の御時、大友の皇子に襲われさせたまいて、鬢髪を剃り、吉野の奥へ逃げこもらせたまいたりしが、大友の皇子を滅ぼして、ついに位につかせたまいき。また、後見天皇と申せしも、大菩提心を起こさせたまいて、御飾りを下ろし、皆を箒にと申せしかども、再び位につかせたまいて、聖徳天皇と申ししぞかし、言わんにゃ。基礎が主に日参らせたる還俗の宮なれば、司祭に及ぶべき。とぞのたまいける。現代語訳。平家は筑紫で第四皇子高平親王、すなわち後鳥羽天皇即位のことを伝え聞いて、無念なことじゃ。三宮、すなわち是明親王、三宮も四宮も共にお連れをして都落ちすべきであったのに、と口々に申し合ったことであった。すると、平大納言時忠が、
いやいや、そうしたならば、高倉の宮持人王の巫女の宮で、御目の徒である讃岐の神藤原の重秀がご出家させて北国へお連れし、木曽の義仲が上洛の時に主君になされようと還俗させて、包帯して都にお連れしたお方を位におつけすることになるだろうと申した。かなり昔の話になるんですけれども、高倉宮が謀反というかね、平家に謀反を起こしたんですけど、ちょっと早かったんですね。なのでまあコテンパンにやられちゃうんですけど、その息子はですね、まあ木曽のよし、あの出家をしていたのを木曽の義仲がね、立てまつってですね、その宮様を旗印に挙兵をしたんですね。続き、これを聞いた一門の人々が、どうして還俗なされた若宮を見位にお付けすることができようぞと言うと、時忠は、いやいや、そうでもござらぬ。還俗の国王の霊は異国にも先例があろう。我が国ではまず天武天皇が未だ皇太子の身切り大友の巫女の襲撃に遭われて、神を襲って吉野の山奥に逃げ隠れておられたが、後大友の巫女を滅ぼしてついに御位につかれた。ここの認識が日本書紀とは違うんですけれども、一応平家の中ではまあそういうふうに大友の巫女にですね襲撃されたので出家をしたという扱いにはなってるみたいです。続き、また光徳天皇と申す女帝も仏道への深い信仰心を起こされて落職して尼となり、皆も法器という尼さんですね、尼さんの名前法器と号しておいでになったが、再び御位にお付きになって聖徳天皇と申されたのである。まあこの人は聖武天皇の娘ですね。いわゆる道教との習文で名高いやつですけど、続き、ましてや木曽義仲が主君に祭り上げた還俗の宮なれば、即位をなさるのに差し障りはあるまいよと申したのであった。第三段、万図宇佐の宮へ行幸なる、大宮寺金道が宿所皇居になる、社頭は月経運閣の居所になる、回廊は5位6位の肝心、帝将には四国鎮西の強者ども、甲冑九戦を対して運下のごとくに波いたり、振りにし明けの玉垣再び飾るとぞ見えし、七日三郎の暁大井殿の御ために無双の告げぞありける、御法殿の御と押し開き悠々しゅう気高げなる御声にて、世の中のうさには神も泣き者、何祈るらん心を尽くしに、大井殿うち驚き胸打ち騒ぎ浅ましさに、さりともと思う心も虫の音も、弱り果てぬる秋の暮れかな、という古い歌を心細げにぞ口ずさみたまいける、さて太宰府へ観光なる。現代語訳、同年9月3日後白河法皇は、ちょっと待ってください、あ、すみません、一段抜けました、ごめんなさい、戻ります。同じき9月3日の日、伊勢苦行の勅使を立てらる、勅使は三位長典とぞ聞こえし、大乗法皇伊勢苦行の勅使を立てらるることは、主爵白河鳥羽三代の定跡ありとは申せども、これは皆ご出家以前なり、ご出家以後の例、これ初めとぞ受けたまわる。平家はつくしに都を定め、代理作らるべし、と苦行戦にありしかども、都もいまだ定まらず。
主上はその頃、岩野の将継大倉の種直が宿所にぞましましける。人々の家々は野中、田中なりければ、朝の衣は歌ねども、当地の里とも一つべし。大義は山の中なれば、かの木の丸殿、木の丸殿もかくやありけん、となかなか言うなる方もありけり。現代語訳、同年9月3日、後白河法皇は、伊勢神宮に、苦行の勅使を左遣された。勅使は参議藤原の長典ということであった。退位した天皇が伊勢に苦行の勅使を使わされることは、朱雀、白河、鳥羽三代にその先例があるとは言いながら、これは皆御出家以前のこと。御出家以後というのは、この後白河法皇が初めてのことであったと聞いている。平家一門の人々はつくしに都を引け都を定めて内裏を造営すべきだと苦行会議で討議をしたが、まだ都はどことも定まっていない。安徳天皇はその頃、岩戸の将家大倉の原田直た、種直の館に滞在しておいでになった。その他の人々の家は野の中、田んぼの中にあって、朝の衣を打つのではないが、まるで老けに蹴り山の葉近く突きさえて、当地の里に絹打つ声と読まれた。あの当地の里とでも言うようなありさまであった。内裏は山中にあったので、あの丸木橋で作った木の丸殿もこんなであったのか。と、かえって優雅な趣も感じられた。木の丸殿というのは注釈、丸木のまま作った粗末な御殿。天智天皇がつくしに滞在した折の御殿。まあ、あの時って中国と戦争してたからですかね。さてさて、続きですね。安徳天皇はまず宇佐八幡宮へ行幸をなさった。大宮寺宇佐の近道の宿所を仮の皇居となさった。社殿の建物がそれぞれ苦行天上人の居所に当てられた。回廊は5位6位の肝心、庭上には四国九州の軍兵どもが甲冑や弓矢を身につけて、さながら雲下のごとく居並んでいた。年降りて色あせた明けの玉垣がそのために再び鮮やかに映えて見えた。7日間の参籠の明け方、先の内大臣平宗盛が夢のお告げを受けた。御社殿の正面の扉が押し開かれると、厳かな尊い御声で、世の中の宇佐には神もなき者を、何祈るらん心づくしん。世の中のつらいことは神の力も及ばぬもの。しかるを今心を込めて何を祈ろうというのだ。と和歌に託してのご託宣であった。宗盛ははっと目を覚まし、胸騒ぎのうちに情けない思いで、さりともと思う心も虫の音も、弱り果てぬる秋の暮れかな。今はこんなでも、そのうちにはと願う心も、虫の声もすっかり弱り果ててしまった。そんな秋の夕暮れであることよ、という古歌を、古い歌をですね、心細くも口ずさんだ。やがて天皇は太宰府に観光なさったのだった。
なかなかこの歌も寂しい歌ですね。平家一門をこう見捨てるかのような歌ですね。さて、サムネイルを見ましょう。宇佐行幸。つくしの平家も四宮の即位を聞いて悔しがる。ここでは未だ都も定まらず、内裏も作られない。宇佐八幡宮に行幸して祈る。しかし宗盛に、祈願が受納されないという夢のお告げが下る。第4段。去るほどに9月も10日余りになりぬ。荻の葉向けの夕嵐、一人丸寝の床の上。かたしく袖もしおれつつ、吹けゆく秋の哀れさは、いずくもとは言いながら、旅の空こそ忍びがたけれ。9月13夜は、なお得たる月なれども、その夜は都を思いいずる涙に、我から曇りてさやかならず。いいっすね。宮中の雲の上、久方の月に思いを述べし、ゆうべも今のように覚えて薩摩の神忠度。月を見し、小園今宵の友の宮、都に我を思いいずらん。都に我を思いいずらん。修理の大夫、常盛。恋しとよ、小園今宵の夜もすがら、ちぎりし人の思いいずらん。ちぎりし人の思いいずらん。皇后宮の助経政、分けてこしい。延べの露とも消えずして、思わぬ里の月を見るかな、思わぬ里の月を見るかな。やがて9月も10日過ぎとなった。荻の葉の上を吹き渡る夕暮れの激しい風が心細い限りであった。着たままの仮寝の床の上では、一人引く衣の袖も涙に濡れ、老けてゆく秋の物悲しさはどこも同じとは言うものの、行方定めぬ流浪の旅とあらば、まことに忍びがたいものであった。9月13夜は名月であるが、その夜は都を恋しく思い出す涙におのずから目が曇って、澄んだ月も明るくは見えなかった。近中において月を賞味して歌に思いを述べた夜も、つい今のことのように思い出されて、薩摩の神平の忠度は、月を見し小僧の今宵の友の宮、都に我を思いいずらん。去年の今夜、共に月を眺めた我が友だけは、今都で私のことを思い出していてくれるであろうか。修理の大仏常盛は、恋しとよ、去年の、小僧の今宵の夜もすがら、ちぎりし人の思いいずらん。まことに恋しい限りよの、去年の今夜、一晩中変わらぬ仲を約束し合った人のことを、今、しきりに思い出している。皇后宮の助経政は、分けてこし、延べの露とも消えずして、思わぬ里の月を見るかな。露のように儚い見ながら、踏み分けてきた延べに消えることもなく、思いがけなくもこのような里で
月を見ることよ、と読んだことであった。なんかもう、いや本当になんかね、平家で、やっぱり中学校の時とかね、平家物語って冒頭のところだけ習うじゃないですか。おごれる平家久しからず的なことっていうのは知識としては知ってたんですけど、これ今ね一巻から読んできてね、本当にあんなに輝いていた人たちがどうしちゃったのっていうね、非常に実感としてね分かってきましたね。いやいや、なんか私もすごい悲しいです。あんだけ悪いことした人たちなんだから、しょうがないんじゃないみたいにはちょっと思えないですね。それにしてもこの人たち、結局収入があるのかないのか分かりませんけどね、大丈夫なんですかね。消耗していくだけですよねきっとね、というわけで、まあ霧のいいところまで来ましたので、今日はこの辺にいたしましょうか。おごれる者も久しからず、平家滅亡まであと1年と7ヶ月、1年と7ヶ月しかないのだ。ざっくり平家、宇佐行幸、終わります。ありがとうございました。今さすが祇園精舎ではないですけれども、高野山の、高野四郎の音をバックにしているんですけれども、なんかね、本当にぴったりだね。ちょっとなんか悲しくなってきちゃった。さあ、じゃああとはね、少し休憩の後は昨日の続き「歎異抄」を読んでいきたいと思います。皆様ありがとうございました。一文字さん、キリタン、拍手ありがとうございます。それではまたこの続きは明日以降に。ありがとうございました。失礼いたします。